はい、皆様どうも。本日はドッキリ神回避などの名作を生み出した制作会社さんの新作坊ちゃんってアプリ遊んでみるぞ。なんだか暇そうな兄弟。てか妹のふてくされ具合がえぐい。お、テレビのリモコン発見。テレビじゃなくて、坊ちゃんに渡すのか。お、二人が楽しめそうな番組。ぬいぐるみ生きてる。ここでママさん帰宅、おとなしく良い子にお留守番してたぞ。お次はレアな落とし物。って光物大好きカラスだー。よく見るときから猫ちゃんらしき尻尾が。さあ猫ちゃんカラスを追い払ってくれ。かわいいんだが。今度こそ安全に拾ってくりゃ。お次、こっち向いて。なるほど、ライオンさんをこっち向かせるんだな。ハーク、そのためのアイテムがどこかにあるに違いない。すまないおじさん、姿見えないけども多分てか絶対おじさん確信。お、坊ちゃんズラ装着。そしてこのタイミングでおじさん切れた。他のアイテムはどこかな。まずはボーデットからの。ズラもまた拝借。そしてここ、怪しい。やっぱ取れたぜってか危険すぎる。おまけにもう一本。アイテム集めたら道具が完成。こっち向いた。そして来ました、かわいすぎ大サービス百獣の王。お次は坊ちゃん、戦闘にやってきました。おじさんの頭に何かが。10円、なるほど、お金を集めて飲みたい飲み物をゲットしてあげるんだな、きっと。なぜかゆっくから肩叩き剣、懐かしい小さい頃の母の日、父の日。これを肩凝ってそうなおばちゃんに。なんかこのアプリ絵とか動きとか、いちいち可愛くないですか？虫大好き。今ので10円もらい、所持金120円に。おし、坊ちゃんが飲みたいイチゴ牛乳買えるな。それじゃあ本日ラスト、ママとスーパーに。何やらママっぽいのがたくさん。待って、右のママ肌色おかしすぎる。真ん中はナイスバデーで左は透けてる。お、左にもいけるようだ。そしてすね毛ボーボーごついママに、おそらく一番左が本物ママだろうが。ちょっとこれは面白そうなので全員チェックしてみようと思います。まずはごついママ。まあ予想通りのお姉さん。坊ちゃん、謎の恐怖を感じやとずさり。次はスタイル抜群ピチピチママ。で坊ちゃん変態小僧だったー。お前はしんちゃんか。これにはママも困惑困惑。そして肌の色やばかったママは。宇宙に抱きられたー。スケスケママは。完全なお化け。はい、最後はちゃんと本物のママってことで。これは可愛い面白いってことで最後まで実況予定の。坊ちゃんでした、また次回お楽しみに。はい、皆様どうも、本日は個人的に超お気に入り、坊ちゃん2回目です。さあ今日はどんな可愛い姿を見せてくれるかしら。それじゃあ前回の続きから、まずはくじ引き。お、最初から3枚のくじ引き券が。とりあえずこの3枚を渡して。もう一枚こんなとこに発見。さあ、どうやって割る？こんなとこに画鋲が。おし、4枚目ゲット。そしたら妹ちゃん登場したので、最後の1枚は妹ちゃんに。これでくじ引き開始。残念、ポケットティッシュ。まあ
まあ、流れ的に本命は妹ちゃんだからな。ラスト、妹ちゃん頼んだわよ。やっぱ金色きたーってか喜び方かわいい。見事ハワイ旅行ゲットお母さん発表だなこれ。お次は妹ちゃんがぐずっちゃった。パパの手助け、ぬいぐるみはどうだ？投げ捨てたー。極悪妹ちゃんや。それじゃあ子供はほぼみんな大好き、プリンでどうだ？お、さっきと違う反応？嬉しそうに開け出した、成功っぽいな。手上手に開けられなくてプリンか。この後、妹ちゃんが暴れ回ったのは言うまでもない。はい、今度はちゃんとパパに開けてもらいましょうね。おし、今度こそ成功です。お次は坊ちゃんの誕生日。お、バースデーケーキで判明、坊ちゃん7歳か。そしてパパのクラッカー爆発フラグがえぐい。まずは窓からの隙間風をシャットアウト。そしてパパのクラッカーを正常なのに取り替えて、これで準備万全きっと大丈夫。おいこら妹今日の主役はお兄ちゃんなんだー。ここでまた出ました極悪妹。悪い顔してます。てか怖いこっち向くぬいぐるみ。はい、今度は妹ちゃんを肉で釣ってから。今度こそ主役坊ちゃんがチンか。ハッピーバースデー坊ちゃん。それじゃあ本日ラスト、公園のお砂場。妹のお城作りに協力だ。まずスコップで作業効率アップ。そして滑り台の下にバケツ発見。砂の強度を上げるには水分必須だからな。これで成形が一気にしやすくなったでしょう。最後にお弁当から旗をゲットすれば。さあ可愛いお城できるかな。いや妹ちゃん上手すぎるこの年で天才か君は。ってことで極悪な面、芸術的な面と今回の主役はほぼ妹ちゃんだった。第2回目坊ちゃん実況でした。はい皆様どうも本日は3回目の坊ちゃん。妹のキャラが良すぎな坊ちゃんです。今日はどんな姿を見せてくれるのか。それじゃあ前回の続きから。最初のステージは免許改伝。ああ、自転車補助輪なしで乗る練習か。パパをタップすると手を離して。もう一回タップすると戻ってくる模様。あ、やべ見つかったってか坊ちゃん。後ろ確認しながら不良に慣れているけん。言われてみれば確かに。次はしっかりタイミングを見計らって。パパさん完全フェードアウトからの。これでクリア、坊ちゃん成長。お次、恋メイクってなんだ？おいおい嘘だろ妹よ。かまなしにそっくり。さすが妹ちゃん、メイク上手やで。妹の面倒を見るように言われた坊ちゃん。このままじゃママに怒られてしまう。おっと、大丈夫か？ってやっぱ、カーペットにべっとりメイク。さあ、今度こそしっかりメイクを落とさせねば。坊ちゃんのネクタイ部分にアメちゃん発見。これで妹を洗面所まで誘導だ。お、ちゃんとあの服脱いできた。さあ、ママにバレる前に顔洗っちゃいなさい。手を化粧が物水だけじゃ落ちなくてさらに悲惨に。多分、洗面所のどこかにママのメイク落としがあるだろう。メイク落としどこだどこだ。設
件か、これでも落ちないだろ化粧は。で何か液体が妹の頭に。まさかのパパの育毛剤だったよー。出たな、脱出ゲームあるある急成長。はい、深読みしすぎた、普通に石鹸でよかったみたい。今度こそ元の愛くるしいお顔に。それじゃあ本日ラストも妹と、公園でだるまさんが転んだ。おっと地面に画鋲危ない、これは拾わねば。ここのが取れたのねってか、気に張るなし。確かに切って、ちょっと違和感。止まり方斬新な坊ちゃんです。おっと、鳩に餌をあげるカツラおじさんか。坊ちゃんにかぶせるのだろうか。おっと、この子はクラスメイトかしら？あ、カツラ取られてからの。うんごう。主も人生で一度だけこの経験あるぜ。正解はまさかのカツラ不必要。フードで坊ちゃんの視界、完全封鎖。これで女の子スルーからの。無事に妹ちゃんにタッチ成功。ということで以上、今日も妹ちゃんの魅力爆発坊ちゃんでした。はい皆様どうも、本日は坊ちゃん長めの実況。予想以上にステージ多かったので一気に進めていくぜ。それじゃあ前回の続き13日目、ゴルフステージから。あれなんかうっすら残った坊ちゃん、これはバグ？よく見たら文字もバグっぽいすな。お、消えて正常に戻った。おっと、穴の前にモグラさんが穴を。それだったらこっちを本物にしちゃえばいいのだ。で今更だけども、妹キャディー可愛い。日焼け対策バッチリでございます。さあこれで正解かな。イエス、やっぱこれで合ってたぜ。お次、まさかの坊ちゃんハザード。ゾンビきたー。さあ坊ちゃん、ここどう切り抜ける。何か武器的なアイテムを。おお、これは被ると最強になれると言われているかもしれないヒーロー仮面。いや、さすがにこれ被っただけじゃ無理だね。どうなるどうなる。あ、さすがに無理っすよね、やっぱ。そして坊ちゃんゾンビー。外には何かあるかな。まさかの妹ゾンビー。ぐ、すでに犠牲になってしまってた。お、ゾンビマスク、これならいけそう。名付けて、仲間だよ大作戦。こんな場面でこけるボッチャンです。あ、またボッチャンゾンビに。なかなか手ごわいぜ。まさかの正解がこちらでございます。ゾンビマスクをこっちにかぶせて。お化粧とカツラもかぶせてゾンビレディーに。坊ちゃんはタンスの中に隠れ。まさかのゾンビの声を芽生えさせるのが正解だったよ。アホやな、ゾンビ。でも結局妹はゾンビのままというね。確かに。それじゃあ気を取り直してお次、おね紹介しましょう。出た、おねしょしちゃう時のあるあるパターン、夢の中でおしっこ。ってことで夢の中の坊ちゃんをひたすらタップで阻止。夢の中なので二人同時に出現もするみたい。これ、いつ終わるんだろうか。と思ってたら寝ているリアル坊ちゃんに変化、鼻ちょうちんか。これを割って起こすと見た。
ビンゴ、目覚めたようだな。これでトイレに。はいよ、行こね、坊ちゃん。ちなみに漏らされるとこうなります。おしっこのよう、えぐい坊ちゃんでした。それじゃあお次、パパ飯。さあ今日のご飯担当はパパさん。子供たちのために何を作ろうか。お、なんか良さげなメニュー。こっちはヘルシーダイエット系か。まあ子供なら最初の方一択ね。間違いない、子供お喜びなメニュー。ハンバーガーにカツ丼にピッツァ。ただ作れるのかが問題だが。パパさん華麗な包丁さばきからの完璧な出来。これは成功だろ。もう美味しそうにどんどん食べ進めております。でまさかの量多すぎ、食べ過ぎでアウト。残せばいいやんけ。それじゃあこっちのヘルシーメニューか。いやしそう。さすがに足りないで、これもダメとなるとパパさんのさっきの包丁さばき、あれは絶対に普段から料理やっている証。レシピ合体とかもできないみたいなので間違いない。これはやられた。何も見ずパパさんよ、命作れるんでしょう。まさかのこれもダメなパターン。まあ味は良いかもだし。坊ちゃんしだー。マジか、これもダメとなると。じゃがいも落としたらそれを拾うパパさんの後ろにもう一個メニューか。さすがに、さすがに正解だよな、これで。バランス良さそうだが、これがデリバリーで。パパ、もはや作ることを放棄。いろいろ用意したのに頼んじゃったよ。まあこれでクリアだったのですが、せっかくのデリバリーで米に焼き魚に味噌汁にサラダって、最初にパパが自分で作ったこっちの方が全然デリバリーっぽいけん。それじゃあお次、懐かしき小学校の思い出、生徒発狂地獄のシャワーだぜ。どうしても冷たいシャワーを避けたい坊ちゃん。どこかにシャワーを止める装置があるはず。怪しい、あったぜここに。止まった止まった、これであっさりクリアかな。先生が待ち受けていた。濡れていないのでやり直し、終わった。結局冷水を浴びたったか。それじゃあ当然、なんか上にあった傘を使っても結果は一緒だよな。なんかシュールな映像。はい、まあそりゃこうなりますって。先生、傘には1ミリも突っ込まないのね。濡れているのは突破条件だから、冷水を温水にする仕掛けが隠れているに違いない。おっしゃ、こんなとこに赤い蛇口。これで温水出たー。坊ちゃん、これならいいだろ。で温泉じゃねえんだよ坊ちゃんよ。ちなみにあの地獄のシャワーをやる理由は、体の汚れを落として水が汚れるのを抑えるためらしいので、別に温水でも何も問題ないんだよな。まあ予算的に厳しいのだろう。それじゃあ以上、第4回坊ちゃん実況でした。また次回、お楽しみに。なんとか訪れ問題解消できたやったー。ってことで予定通り坊ちゃんをやっていくわ。それじゃあ昨日の続き、19日目からね。主も大好き、坊ちゃんゲームタイム。坊ちゃんのゲーム環境を整えてあげましょう。まずは抜けているコンセントを挿して。コントローラーも発見。こっちにはおやつタイムの妹ちゃん。
お、ウサギさんの中からゲームソフト。そしてドーナッツかと思いきや、これもゲームソフトだ。中身はなんか怖そうなの。これでソフトは3つになったが、まあ坊ちゃんのはこれでしょう。お、正解だったようだな。ちょっと他のソフトも気になったので、やってみることに。まずはホラーっぽいの。やっぱりゾンビ、怖い系だったか。まさかのパパが入れっぱなしだった模様。じゃあお次はドーナッツじゃ。お、妹ちゃんがやってきて。兄からコントローラー奪う、妹強し。何も反撃できない兄貴です。それじゃあ次のステージ、ちょい夏を先取り。男の子大好きカブトムシ。蜂蜜を見つけたけども、間違いなく蜂蜜使ったら終わるわね。これってことで他のカブトムシの餌を。超成長した。何回も言っているけども、あるあるよね。まずは坊ちゃん、普通にスイカを堪能しましょう。おし、じゃあこのスイカの一部をちょっとだけいただいて。カブトムシをこれで捕獲大作戦よ。懐かしいぜ、主も少年時代カブトにクワガタに大好きだった。はい、無事にゲットでクリア。お次、極悪坊ちゃんになります。今日はどうしても学校に行きたくない坊ちゃん。まあそういう日もあるわな。ってことでうまく体温を偽装し、ずる休み大作戦決行よ。まずはストーブで坊ちゃん、うまく調整できるか。これじゃあママにバレるのは当然。じゃあ今度は窓を開けて涼しく調整と思ったのだが。おっと、服を脱ぎ捨てて。まさかのリアルに風邪ひいた疑惑。熱は本物だから完璧だが、これは休み成功でクリアなのか。あ、あくまで元気に休まないとダメみたいっす。ってことはどこかに隠しアイテムがあるに違いない。お、扉の裏にリュックが。中身は北海道、これでいい感じの偽装熱を出すことができそうね。皆様は偽装ずる休みしたことありますか？あったらぜひコメント欄でその方法を教えて。お、今度は店でこの熱、完璧ね。これにはママも学校お休みで納得。でも結局ずる休みだったのバレるというね。お次はママと妹とファミレスに来た坊ちゃん。妹のパシリでオレンジジュースを注ぎに。で、おっと、まさかのオレンジジュースマシン故障中？髪は剥がせたけども。顔面スプラッシュ、まあ故障中だもの、直さないとね。その前にちょっとパシリ妹ちゃんに仕返し、コーヒー持って行ったら吹き出すかな、と思い実験。さあ苦いコーヒーはどうかしら？やっぱ泣き叫ぶような玉じゃなかった、睨みつける炸裂。完全に力関係、妹が上ね。
今度こそ、ちゃんと修理よ。ウェイトレスさんの腰に鍵を発見。これでドリンクバーの機械を開けられると予想。瓶を、まさかの氷が詰まっていた。おし、これでもう大丈夫だろうきっと。正常に出たぜ。さあこれを妹様の元に。はい、やっと満足していただけましたよ。それじゃあ本日ラスト、雪だるま作り。なるほど、素材を集めろってことだな。まずは木の中に大量どんぐり。お口がでけたでけた。そしてジージのマフラー強奪からの。ジージの服の取れかかっているボタンも押収。さあ、これで残るパーツはお花だけかな？と思い家の中を探そうとしたら。まさかの超強力ストーブで終わった。この距離で溶かすとか、家の中熱すぎてやばいだろ絶対。っていう細かいとこは気にしたら負けよ。お、こっちでは坊ちゃんがゲーム中。しかし特にアイテムは見つからず、花どこだ？てか逃げたリスさん、坊ちゃんの頭の上に移動。ちょっと羨ましい。花はどこだ？なんて思いながら他のパーツ装着。手当たり次第調べまくった結果。おお、雪を掘れる場所発見したぜ。人参に大根、まあ花に適しているのは人参だろう。これで完璧な雪だるまちゃん完成。あ、これで本当に完成。ってことでよかった、なんとか訪れトラブル解消できて。無事実況できた坊ちゃん、次回最終回なのでお楽しみに。はい皆様どうも、本日は坊ちゃんついに最終回。この可愛すぎる坊ちゃんに妹ちゃんが見納めなのは寂しいですが、やっていきましょう。それじゃあ早速、まずは季節感ゼロなクリスマス。お、前にママを探したのと同じパターン。痩せすぎサンタにマッチョサンタに。おお、こっちには3人も合計5人。これは普通に全員見たいので、順番に突撃じゃ。まずはガリガリサンタさん。おっと、まさかの正解。と思ったら化けの皮が剥がれたー。じゃあお次はマッチョさんだ。まさかの筋トレグッズに妹怒り心頭でございます。じゃあお姉さんはどうだ。デスクバルバイトだった模様。じゃあこっちのお兄さん。はい、こっちはピザ配達のバイトで妹ちゃんぐるぐる。これで最後だな。まさかの KFC のおじさんっぽい人形で妹恐怖。泣いてしまったでも可愛い。さあ、そろそろ本物のサンタさんを。更衣室？お、今お空に何かが。あ、なんか見ちゃいけないとこ見ちゃったような。サンタさん、速攻で清掃にお着替え中。からの、今度は嬉しいプレゼントを。はい、これでやっとクリアです。お次は坊ちゃんを勉強、苦手な算数。4たす5がわからねえようだ。ってことで正解を導いてあげるステージっぽいな。これは絶対渡したらダメね。お、電卓、これがあれば計算なんか楽ちん楽ちん。ってさすがにこんな簡単にクリアはさせてくれんよな、ママにバレアウト。ってよく見ると妹のお尻の下に、何やら数字みたいなアイテムが。本当だご。妹ちゃん、ゲームはやらんか。いちご発見、これなら妹ちゃんも喜ぶだろう。ミキサーがあったので、いちごジュースにして渡そう。さあどうぞ。デスクダイのプリントフィーダー。
はい、ミキサーに騙された。このままあげればよかった。おお、イチも隠れていたのね。イチもあげてイチもいただきました。この式の文字はゲットできない模様。じゃあまさか、ミキサーは罠じゃなくて。数字入ったー。そして合体して6に、どんな原理やねん。ってことは問題の答え9になるように、どこかに3が隠れている。上もこんなとこにあったー。予想通りだな、ビンゴ。おっしゃ、じゃあ9を生成だ。これでやっと坊ちゃんに正解をあげられる。おし、クリアね。お次はまさかの坊ちゃんとレジャーハンター。なんかめっちゃ罠がありそうな雰囲気マックス。この中に入れたけど、特に何も起こらない。ここもカタカタするだけ。お、炎の中にやっとアイテム発見。お、何かが作動したぞ。で、ここで上のロープに気づき触った結果。落とし穴。やっぱ罠あったか。はい、今度は目の色と同じ左を触ったら。なんだ大きな揺れ。こっちに隠れられるの知っていてよかったー。なるほど、この時のためのこのスペース。さあ、扉の鍵はどこにあるのかな。この辺には何もなかったけども、さっきの揺れでここが開いた。さあ、お宝ちゃんかもん。おお、予想以上の金銀財宝。これでクリアだぜ、オッケー。お次は小さい子テンションマックス、ロング滑り台。まずはしっかりお尻にマットを敷いて。クモの巣、これは撤去しなきゃお綿になりそうね。こっちには自転車整備中のパパさん。サビ取りゲット、これで滑り台も整備よ。枝もゲット、これでクモの巣撤去できそうだな。これで滑りが良くなったでしょう。クモの巣もなくなって、これでおそらく準備万全。さあ行くのだ、坊ちゃん。見事に着地、大成功。ちなみにサビを取らないで滑ると。後ろから強烈な妹アタックでした。お兄ちゃん、もうちょい闇の遺言を。それじゃあ残り2ステージ、まずは七夕だ。坊ちゃん、彦星と織姫の声を叶えるのね。ってことでおそらくハートを集めると予想。おっと、何やら様子が。まさかの桃から桃太郎登場で。織姫奪われたー。この仕掛けは面白かった。制作者さん最高。一人悲しい坊ちゃん。今度はお月様触っちゃったら。まさかの七夕終わって翌日天の川終わったよ。さあ今度こそ三度目の正直ハートを集めるわよ。坊ちゃんの頭の上と流れてきたので3つ。そして橋の飾りにも1個隠れていたぜ。お、ハートの花束完成。これでいけるでしょう。さあどうかな。大成功。これで残すは最終ステージ30日目のみ。最後は家族全員大集合よ。なるほど、最高の1枚にする準備をしろってことね。テントウムシとハトを排除し、妹ちゃんをぬいぐるみで笑顔に。
あとはくしゃみするフラグやばい坊ちゃん。G 字の下にポケットティッシュ。さあ、これでもう完璧だろう。ってことで撮ってみると。じいちゃんの入れ歯がマジかよ。ちなみに何もせず撮るとこうなりますよ。いろいろと悲惨な一枚に。それじゃあ今度こそね、しっかりおじいちゃんのお口チャック。はい、素敵な一枚、文句なしだな。これで全ステージ制覇、エンディングかな、と思ったら、アプで新ステージ追加来るかもらしいので、また新ステージ来たら実況再開、坊ちゃんでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。